どうだ霊夢。初めての首都高は、何が楽しいのかってねー。まあ人それぞれあるとは思うが、私自身正直わからないよ。なんで手間暇かけてここまで来るのかさ。それなのに人を誘うわけ？自分ですら何を楽しんでるのかわからないってのに。まだ見つかってないだけだと思ってる。それにさ、私は無理でも霊夢は見つけられるかもしれないのぜ。1と10の間にあった時代、それも限りなく12近い9の部分、行くと敬意を込めて激痛王と呼ばれたエースの時代の終焉。あなたは見届ける勇気がありますか？私は詩人じゃない。だからうまくは表現できない。だけどね、マリサが言ってたものは、見つかった気がする。時代の狭間の中で、彼女が何を求めていたのか、実に数奇で、劇的な物語です。奇遇だな、こんな時間に走ってるやつなんて。演目は闇への投稿、今夜は楽しい演劇になりそうね。ふふふ、いいのか？このエリアで私から逃げるのは簡単じゃないぞ。私は、負けという選択肢は取らない。面白いじゃないですか。逃がしませんよ。情け容赦はしない。それがここの生き残り方だ。最後まで何があるかわからない。 1% でも確率があるのなら踏み抜くのに。理想だけで走ると聞こえわよ。理屈だけならいくらでも並べられるの。走ることの無意味さなんて、でも降りられない。自分より速い存在を見つけると確かめたくなってしまう。今を惜しむのはこの世の存在なのか。まだまだ先進む段階。こんなところで落ちてもらっちゃ困るのよ。迫ってきてるわよ。後ろから速いの。私の世界にその方程式は持ち込めない。この現実にはね。その気は隠しても車の動きは持ち主の思考を鮮明に表すな。射程範囲に入った。どのタイミングで出るか。持ち主が角なら私を落としてみせることね。たとえ不良が私の終わりになろうと、翼は振り向かさないといけない。問題はありませんよ。あそこは筒状に向こう地帯ですから。さあクライマックスだよ。頼むわよ。ヘッドスラインズエース潰してやるよ。激痛王、この時代を白紙に戻させてもらう。逃げるものなら逃げてみなさいよ。屋上もの。手を振りなさいよ。